まあ、今日の映画のイベントに出る方？はい、着ぐるみとか今日が初めてで動き方がいまいち分かんなくて。まあ最初はしょうがないよ。すいません。これはベロキラプトルね。分かるんですか？当たり前じゃん。お寿司屋さんに行ってサビ抜きでって言ってるようなもんよ。いや、言ってる意味がよく分かんないんですけど。だって子供はさ、わさびとか苦手でしょ。いや、なんで今その話したんですか？じゃあ一回やってみせて。はい、ガオー。あちょっとふざけないでよ。まるでお寿司屋のご主人を大将って呼ぶか板前さんって呼ぶか悩んでるみたいよ。さっきからそのお寿司屋さんの例えがピンとこないんですけど。いい？ベロキラプトルは体のバランスでいうと頭が大きいの。ちょうどおこぜみたいな感じ。それってちょうどって言うんですか？で、動くときはまず頭をかしげるようにするのがポイント。なるほど。それとね、ガオーなんて鳴く恐竜はいないの。お寿司屋さんに鮭がないのと一緒。いや、ありますよね。まず警戒するときは、そう思って鮭ですよね。そして威嚇するときは、すごい迫力ですね。だってジュラシックワールドよ。前回のやつも迫力満点だったけど、今回の炎の王国はさらにスケールアップしてるって言うじゃん。そうなんですよ。新しい恐竜もたくさん出るって言うし、あなたも映画の大迫力に負けないくらいのパフォーマンスをしないとね。はい。 Something's coming. Holy!The park is in the past. Genetic power has been unleashed. We're not on an island anymore. If we don't shut this down, everything changes. Jurassic World, 炎の王国。じゃ、頑張ってね。映画会社の方じゃないんですか？私はレストランの回転寿司。え？じゃ、